を知っていますか。そこではシステム条件を満たしていない通行。パソコンを高い金額で売っているのもこんなこと許せますか。会館を借りて全国暗夜をしているは怪しい団体。絶対にこんなところでパソコンは買わないように。使い物にならないパソコンに Windows 11を無理やりインストール。中国製の偽物オフィスソフトをインストール。ここはお年寄りや情弱を狙う怪しい販売方法なのよ。パソコン優勝状都会で購入するぐらいなら安くて性能がいいパソコンが普通に売ってるの。使えればどんなパソコンでもいいやって思わないで。絶対に後悔するから。システム要件を満たしてないしメモリは偽装してるようだから。これではパソコンが動かなくなるわ。私の言ってることは間違ってる？間違ってはいないよ。もっとネットで調べてから反論してね。たくさんの YouTuber さんたちが拡散してるから。メディアはこのパソコン優勝状都会を取り上げて、絶対にヤバい組織だから。彼らは闇に葬ろうとしているかもしれない。パソコン優勝状都会もっと拡散させよう。中古パソコンをこんなところで絶対に購入してはいけない。悪の団体から身を守ろう。この団体が消える日まで拡散し続ける。